っちゃい頃から一つのことに熱中するともっと面白くもっとかっこよくできないかという繰り返しを楽しむ性格なんですよね。大学に進む時に高校の先輩から大学ではやりたい分野をしっかり決めておけよって言われて、自分のやりたいことってなんだろうって考えた時、ダンスかな、音楽、そして写真、映像といったことにやっぱり興味があったんで、大学ではその分野を中心にやっていきたいなって思いました。大学に入学してからは写真や映像だけじゃなくて、たくさんのプロジェクトに参加することができました。いろんなテーマで大型オブジェを作ったり、それがコンテストで入賞なんかしたりすると、本当に充実した学生生活を送ることができたなって感じます。今私は多視点を用いた映像表現の追求というテーマで作品を作っていて、簡単に言うとダンス映像と音楽を融合させて、それを3つの視点で撮影し、プロジェクションマッピングで3面ある立方体に投影するものなんですよね。これは小学校だったり中学校だったりと、今必須となっているダンス授業に使えないかと考えたものなんですけど、いろんな視点からダンサーの動きを見ることで、子どもたちの理解速度を早めると同時に感動も与えられるんじゃないかって思ってます。私がこういろんな課題を出すのも、課題以上のものをこう自ら進んでこうやってくるような、すごくやる気があって貪欲な学生です。私はこのような経験によって無事東京の映像コンテンツ制作会社の方に就職が決まり、今は新しい自分の可能性に期待を膨らませています。今までに見たことないような映像をお届けできるよう、熱中し妥協せず僕自身の追求をしていきたいと思っています。